数百年にわたって続いた高麗は、突如現れた李成桂によって滅ぼされました。突如現れた？500年以上続く李氏朝鮮を建国した李成桂ですが、その出自についてはよくわかっていません。高麗の第31代君主である姜斌王の時代、モンゴル帝国を追い出すために、禅宗の李一族の力を借りたとされ、李成桂はその李一族の出身であったと見られています。高麗は実質的にモンゴル帝国の支配を受けていたのじゃったの。14世紀の中盤になると、モンゴル帝国の力は目に見えて衰えていました。各地のモンゴル系国家は次々と滅び、中華帝国となった元の領域では反乱が頻発。そのような中から台頭したのが明の初代皇帝である光武帝こと朱元璋でした。李氏朝鮮の建国者である李成桂と明の建国者である朱元璋はほぼ同時代を生きたのじゃな。朱元璋は1328年生まれ、李成桂は1335年生まれと、二人はほぼ同年代ですね。さて、14世紀の後半になると、高麗は南北の両面から激しい攻撃を受けます。南方からは倭寇が、北方からは黄巾族が、朝鮮半島を大いに荒らしたのです。黄巾族とは黄巾の乱の参加者かの？黄巾の乱は元の領域で起きた反乱ですが、その一部が朝鮮半島にやってきていたのです。そして李成桂は新兵を率いて黄巾族と戦い名を挙げました。独自に軍団を結成したということかの？黄巾族との戦い、元との戦い、倭寇との戦い。李成桂はそれらすべての戦いで実績があったようです。かなりの軍才の持ち主ということじゃな。1368年、朱元璋が明を建国し、中華領域からモンゴル族を追い出しました。高麗の君主である姜斌王は明への服属の意を表明しましたが、国内にいる信玄派によって殺害されてしまいます。高麗内部では信玄派と信民派がおり、対立しておったのじゃな。元の皇族と高麗の王族は密接な姻戚関係を結んでいましたからね。この時期の元の皇帝であったトゴンテムルの妃姬皇后は高麗の出身であり、姬一族は高麗で大きな力を持っていたのです。高麗で信玄派が勢力を回復させたことは、自然民との関係を悪化させました。かなり複雑な状況じゃのう。元は中華領域からは撤退しましたが、モンゴル高原にて未だ勢力を保持していました。明と高麗の対立は領土問題にて爆発し、両国の間でまさに戦争が起こらんとしていました。戦争ばっかりじゃのう。さてこの時高麗軍の司令官の一人が李成桂だったのですが、彼はここで伊賀東海軍を引き起こします。伊賀東海軍との？明とは戦わず、高麗の中央政府と戦うことにしたのです。つまり高麗に対して反乱を起こしたということじゃな。李成桂は首都海峡を陥落させ、実権を握っていた蔡英を流罪にし、高麗君主である王愚を島流しにしました。そして新たに幼き王将を高麗君主に据えたのです。この時点ではまだ李成桂は王ではなかったのじゃな。李成桂は島流しとなった前君主王愚を処刑し、1389年には幼き王将も殺しました。そして新たに京城王を高麗君主に据えたのです。右も左もわからぬ幼き王を殺すとはのう。1392年、李成桂は高麗に忠誠を誓う者たちを容赦なく殺害し、ついには自ら王となったのでした。その後用済みとなった京城王をはじめ、高麗の王族はことごとく殺しています。生産じゃのう。さて全国家の君主一族を皆殺しにした李成桂は、国内で数樹廃仏を進めました。これは文字通り高麗で重視されていた仏教を排除し、儒教を中心とする国づくりを進めるという宣言でした。高麗では仏教がかなり優遇されておったのじゃったの。高麗では多数の仏教寺院が建造され、仏教勢力には様々な恩恵が与えられていました。そして政治的に大きな力を持っていたわけですが、李成桂は仏教勢力の排除を決めたのです。中華でも昔に多様なことがあったのう。中華では三部一層の法難と呼ばれる仏教排斥政策が実施されましたね。そして仏教勢力との断絶の意味も含め、現在のソウルにあたる環状に遷都しました。宗教勢力から離れるための遷都は、古代エジプトでも行われていたの。冠婚葬祭を取り仕切る宗教勢力は、
その地域に強い影響力を持ちますからね。その排斥は容易には進まないのです。遷都するのが早いというわけじゃな。そして仏教は排斥した一方で儒教を非常に重視しました。背景には理性系の長身に儒教的素養を持った者が多かったことがあります。儒教的知識人ということじゃな。理性系が教上王からの禅上にこだわったのもそのあたりに理由があります。禅上の禅上とは武力を伴わない政権以上を指します。これは儒教が理想視する行から旬への政権以上に由来があり、武力で政権交代をなす討伐は儒教的に非難される一方、禅上は理想的政権交代とされました。その後全国家の王族を皆殺しにしては何の意味もないではないか。本場中華でも羽毛の時代から形だけの禅上が始まり、秦の滅亡後は平然と全国家の支配者一族を殺すことが多くなりましたね。そして短命に終わる国が多かったの。ですが宋の建国者である長教院のように、全国家の一族への優遇を子子孫孫に命じていた君主もいました。理性系はそのようにはしなかったということじゃな。理性系のブレインには獅子学派の儒者が揃っていました。獅子学派との今触れた長教院よりも後の時代、式によって成立した儒教の一派となります。獅子学は14世紀以降急速に勢力を伸ばし、明、朝鮮、日本などで爆発的に広まるのです。そういえば日本の歴史にも獅子学者がたくさん出てくるの。李氏朝鮮における獅子学の推進者は、鄭道伝という人物でした。この人物は儒教に関する数々の著作をなし、仏教を執拗に批判しました。1380年代前半から理性系のブレインとなったようで、李氏朝鮮における思想的基礎を築いたと言えます。確か明も儒教を中心とした国づくりをしたのじゃったの。明の建国者である孔武帝のブレインにも儒学者が多数いましたからね。詳しくは、朱元璋を見るのぜ。さて新たな国家を樹立した理性系にとって、最大の問題は中華帝国明との関係でした。朝鮮という国号は明の孔武帝によって決定されたとされます。理性系が決めたのではなかったのじゃな。朝鮮という国号はこの時初めて採用されたわけではありませんでした。団君朝鮮、騎士朝鮮、英氏朝鮮。中華側は朝鮮という国号を古代から使っていたのです。そのあたりの歴史は中華側と朝鮮側で認識の違いがある部分じゃったの。騎士朝鮮にしても英氏朝鮮にしても建国者は中華領域からやってきた人々とされていますからね。そして孔武帝の念頭にあったのは騎士朝鮮であったとされます。騎士朝鮮の建国者とされる騎士は院最後の帝である秦、いわゆる院の中央の叔父であったの。李成桂は国号を決める際、孔武帝に二つの候補を差し出したと言われます。一つは李成桂の出身地である和寧で、もう一つが朝鮮であったとのことです。そして孔武帝は朝鮮を選んだということかの。なお孔武帝の時代に作法は行われず、朝鮮が明の作法を受けるのは孔武帝の息子である永楽帝の時代となります。作法とは何じゃ。中華皇帝が周辺諸国に王などの称号を与え、国家的承認を与えることだと言えますね。つまり孔武帝は李成桂を王とは認めず、李氏朝鮮を国とは認めなかったのかの。孔武帝は李成桂に対し建築高麗国寺の称号を与えたとされます。高麗、高麗国王代理といったところでしょうか。李成桂は禅上を受けた後も自ら王は名乗らず、建築高麗国寺を名乗ったとされます。これは明の機嫌を損ねないためだったとみられ、李成桂は明に使いを出し、孔武帝からこの称号は認められました。なおこの時点ではまだ教上王とその一族は殺していません。この時はあくまで代理というスタンスだったわけじゃな。孔武帝は最後まで李成桂を朝鮮王に釈放しませんでした。それは果たして李成桂の三奪を不快に思ったことが原因だったのかは孔武帝にしかわからないことです。高麗の王族を殺したり李成桂の行いは決して褒められたものではなかったからの。孔武帝は1398年6月に死に、李成桂はその少し後の1398年10月に退位しました。退位との李成桂退位の裏には後継者問題がありました。
ことの発端は李成桂の長男である李鵬が病死したことにあったと言えます。次男が後継者にならなかったのかの？李成桂はまだ幼い八男の李鵬石を後継者にすると宣言しました。しかしこれには他の兄弟が反発します。似たような光景をいろいろなところで見た気がするわい。最も強く反発したのが五男の李鵬炎です。この人物は李成桂の子供の中でもずば抜けて出来が良く、まだ高麗時代に行われていた科挙にも合格しています。高麗でも科挙は行われていたのじゃったの。さて後継者に指名された八男の李鵬石の教育係には、帝道殿が任命されました。そして1398年、五男の李鵬炎は帝道殿を殺害し、後継者となった李鵬石とその同母弟である李鵬番を殺してしまいます。人生産すぎんか。李成桂は次男の李鵬家に上位し、自らは退位してしまいました。なお仏教を排除した李成桂でしたが、晩年は仏門に帰依し、信仰に生きたそうです。なんとも言えん話じゃのう。李鵬家こと帝宗の時代はわずか2年ほどしか続きませんでした。1400年になると、帝宗が五男の李鵬炎に位を譲ったのです。弟に上位したというわけじゃな。帝宗が国王に就任した後、五男の李鵬炎と四男の李鵬寛が対立しました。そして李鵬炎が正宗に勝利し、兄の李鵬寛を流刑にしてしまったのです。その様子を見た帝宗は、李鵬炎に上位を申し出たのでした。父や兄が何もできんほどの力を持っていたのじゃな。こうして李鵬炎こと大宗の時代が始まりました。大宗は当初三代目の建治高麗国寺でしたが、1403年に明の永楽帝によって朝鮮王に釈放されます。明も永楽帝の時代になったのじゃな。以降朝鮮側からは定期的に朝貢使を明に派遣することになります。いわゆる朝貢関係が結ばれたわけじゃな。その翌年にあたる1404年、日本の室町幕府からの使いが朝鮮にやってきました。日本では南北朝時代が続いていましたが、1401年に足利義満によって南北朝が合一され、1402年には、足利義満は明から日本国王、として釈放されたのです。ぬぬ、帝がおるのに中華帝国の釈放を受けたと申すか？そのあたりは日本史の問題なので、その詳細や是非については今回は割愛しますが、足利義満は日本国王源道義、名義の国相大宗に伝えたのです。源？李氏朝鮮と室町幕府の間に国交が樹立され、朝鮮から日本に使節が派遣されることになります。この使節は当初は海霊使などと呼ばれていたようですが、1428年からは通信使とされました。この制度は応仁の乱が起こり、室町幕府が機能不全に陥るまで続きました。国王とはのう、違和感があるのう。さて朝鮮王国の大祖とも言われる李成桂は、1408年に死にました。そしてその翌年、大宗は大祖実録の編纂を命じたのです。名称から察するに、李成桂の記録かの？朝鮮王朝実録と呼ばれる歴史書があります。これは李成桂こと大祖から27代順宗まで、実に519年にわたる歴史を編年体の形式でまとめたものです。編年体ということは年代順に並べたのじゃな。大祖実録はその先駆けであったと言えます。1413年、全15巻からなる大祖実録が完成しました。実録の編纂には君主による権力の乱用を防ぐ役割があったとされます。どういうことじゃ？実録の編纂は国王の死後行われます。そしてそのための資料は国王が死ぬまで国王さえ閲覧できない仕組みだったのです。悪いことをすればそれがそのまま記録に残るわけじゃな。さらに実録は4部が聖書され、4つの書庫に分散されて保存されました。実は後に起こるある出来事によって実録が被害に遭ったのですが、分散保存していたために全焼失を免れたのです。歴史上、失われてしまった資料は非常に多いからのう。ちなみにその、ある出来事、とは豊臣秀吉による朝鮮侵攻です。これによって4つの書庫のうち3つの書庫が完全に破壊されてしまいましたが、1つだけ書庫が残ったために朝鮮王朝実録は後世に残ったわけです。そのような事態まで見通しておったのかのう。さて大宗の時代にも後継者問題が起こりました。
太宗は当初長男を後継者に考えていたのですが、長男は貧困に問題があったようで、その弟を後継者としました。そして1418年、太宗は三男である正宗に上位し、生前退位したのです。生前退位とは珍しいの。正宗時代で特筆すべきポイントは、訓民正音の制定でしょう。訓民正音とのハングル文字、と言った方が通りはいいかもしれませんね。正宗は集権殿を設け、そこに国中の地を結集させました。そこで様々な軍事活動を行ったわけですが、訓民正音の制定もその一環であると言えます。独自に文字を作り上げたのかの？それまで朝鮮半島では中華由来の文字である漢字が使われていたのですが、中華の言葉と朝鮮半島の言葉は語音からして異なり、相通じないところがありました。話し言葉と書き言葉が乖離しておったわけじゃな。集権殿の地を結集させた結果、28の文字からなる訓民正音が制定されました。以降現在まで訓民正音は朝鮮半島で使われ続けています。独自の文字を考案するのもすごいが、それが使われ続けているのもすごいの。実際にはこの時制定された訓民正音と現在のハングル文字は少し違います。正宗の時代には母音が11文字、子音が17文字の計28文字でしたが、現在では母音が10文字、子音が14文字の計24文字となっています。厳密には違うのじゃな。なお、訓民正音は文字通り民の文字だったのに対し、両藩と呼ばれる階層は漢字を使い続けました。両藩との？両藩は朝鮮王国を語る上で非常に重要な概念になっています。両藩という言葉は文藩と武藩からなる概念で、言葉自体は高麗の時代からありました。そう言われてもよくわからんの。将軍警部。これは朝鮮王国の実態を言い表した言葉だとされます。文官の方が武官よりも力を持っていたのかの？簡単に言うとそういうことになりますね。朝鮮王国でも高麗に続き科挙が実施されていました。文武両家は一方に偏ってた方を排すべきではない。これは大祖小鳥政権の言葉です。文と武を両輪として国家運営をしていくということかの？少なくとも李政権の意図はそうだったと言えます。将軍警部の気風は高麗時代からあり、部下の試験はごく一部の時期のみ行われていました。李政権は自身が戦にて台頭したこともあり、部も重視したかったものと思われます。そういえば基本的に中華でも武官は文官よりも地位が低い傾向にあるの。三国志を集結させた豊が、儒学者として高名な上に、馬にも乗れなかったのはそれを象徴していると言えますね。詳しくは、この滅亡、を見るのじゃ。そして朝鮮王国でも結局文官の地位の方が高くなりました。儒教に重きを置くと自然そうなるのかの。さてこの両藩制度ですが、強烈な階級社会を作ることになります。両藩は朝鮮王国の最上級民とされ、その下に中人、上民、そして先民と続きます。上民以上は科挙を受験できますが、先民に関してはその受験資格さえありません。先民になるとそこから抜け出す手段はないのじゃな。上民なども受験資格こそあるものの、実質的に科挙に通ることは不可能と言えました。中華でもそうでしたが、科挙を突破するためには膨大な量の勉強が必要になり、それ専用の修練を積む必要があります。詳しくは、科挙の誕生、を見るのじゃ。文字さえ読めない人々にそれは厳しく、結果的に両藩階級が固定化されていきます。何やら現代社会に通ずるところがあるの。科挙は元来門地によらず人材を登用するための試験でした。しかし中華でも死体不層が形成されたように、社会的な階層を形成する結果となったのです。結局人類社会はどうやっても門罰を作ってしまうのじゃの。両藩の地位は一代限りなので、見かけは世襲ではありませんが、両藩の家では幼い頃から専用の教育を施すため、科挙において著しく有利になりました。あらゆる面で有利になるわけじゃな。さらに門罰化が進むと有力な家から出た人物が出世に有利になり、地方などからの合格者の中で後ろ盾を持たない者は残藩と呼ばれ、政権の中枢からは締め出されました。試験に合格しても有力な家以外では出世が難しいわけじゃな。さて正宗の時代には、ある歴史的技術が発展していました。
歴史的技術とは何ぞ？金属活字による印刷です。この技術自体は高麗の時代にすでに発明されていたようなのですが、西宋の時代に本格的に発展したのでした。いわゆるグーテンベルク聖書の刊行が1455年のことなので、それよりも早くに金属活字印刷技術が確立していたことになります。朝鮮王国の技術は非常に高かったということじゃな。朝鮮王国の基礎を築いたとも言える西宋ですが、晩年は仏教に傾倒しました。仏教を排斥した一族なのにのう。きっかけは妃が亡くなったことであったようです。西宗は彼女の死がとても悲しかったようで、次男に釈迦の一代記を書かせています。なおこの人物は後に朝鮮国王になるのですが、それは西宗の三代後のことでした。何やら複雑な事情がありそうじゃのう。1450年に西宗が死ぬと、その長男である文宗の時代がやってきました。長子相続というわけじゃな。ですが文宗は即位前から重い病を患っていたそうです。そして即位からわずか2年で死んでしまいました。その結果文宗の息子である李弘毅こと丹宗が、わずか11歳で朝鮮国の国王となったのです。王になるには若すぎるのう。そしてこれを後期と見たのが西宗の次男である朱耀泰君でした。随分変わったなじゃのう。朱耀泰君は本名ではなく、王になる前についていた地位の名になります。彼には様々な呼び名がありますが、以降歴史的に最も呼ばれることの多い聖祖という名称を使用します。呼び名が頻繁に変わるのは歴史ではよくあることじゃのう。1453年、聖祖は起雄西南を引き起こします。西南というと民で起きた西南の変を思い出すわい。南を休んずる。西南には国の危機を鎮めるという意味があります。当時炎王だった永楽帝がターゲットにしたのが建文帝の側近であったように、当時主要大君であった西祖がターゲットにしたのが丹宗の側近たちでした。おじと老いの関係であるし、二つの出来事はよく似ておるわけじゃな。西祖は集権殿を抑え、1453年10月にクーデターを実行しました。そして朝鮮王国の実権を握っていた丹宗の側近たちを虐殺してしまいます。西南の変の再来じゃのう。丹宗は上王となり、西祖は朝鮮王国の国王となりました。老いの命までは奪わなかったわけじゃな。いえ、丹宗は結局西祖によって殺されます。このような凄惨な三奪事件を起こした西祖は、公正批判にさらされることとなりました。まだ幼き王を殺したわけじゃしのう。三奪に功績のあった者たちは西南行進とされ、西祖と共に朝鮮王国の政治を牛耳りました。西祖は熱心な仏教徒であったようで、仏教の経典を次々とハングル文字に翻訳し、朝鮮王国内で仏教を広めたのです。そしてそのような行いが士林派の台頭を招くことになるのでした。また新たな単語が出てきたのう。士林派は獅子学を奉ずる一派と言え、西宗及び西南行進に対して、大きな不満を持っていました。仏教も普及させておるしのう。ただ、西宗及びその側近たちの力は強大で、士林派が台頭するのはその死後のこととなります。西宗は朝鮮王になるや集権化を進め、反対勢力をことごとく血祭りに上げました。ですが徐々に体が病に蝕まれていったようで、1468年には次男に王位を譲り、女王となるもその年に死んでしまったのです。いかなる権力者でも病には勝てぬからのう。新たに永宗の時代となりました。この人物には兄がいましたが、創生してしまい、世祖の後継者となったのです。いつの間にやら朝鮮王国は長子相続の国になっていたのじゃな。この人物の治世は1年ほどで終わりました。そして世祖の孫にあたる世宗の時代が始まります。なお世宗は即位時わずか12歳。さすがに政治を行うのは無理じゃろうのう。そこで世祖の皇后であった定期王后が垂憐調整を行うことになります。朝鮮にも垂憐調整があったのじゃの。朝鮮史上初の垂憐調整ですね。定期王后による垂憐調整は7年間続き、1476年からは世宗の新政が始まります。定期王后は素直に権力を手放したのじゃな。世宗は獅子学に傾倒しており、仏教を廃して儒教を重要視する政策を取りました。そして獅子学派とも言える士林派を徴用するのです。
祖父である清楚の時代からかなりの方向転換をしたのじゃな。明で力を持った東林派もそうでしたが、士林派もかなり攻撃的な性格を有していました。そしてこれまで力を持っていた訓究派と呼ばれる人々との対立を起こすようになるのです。東林派の攻撃が厳しすぎて明では皇帝が表に出てこなくなったことがあったの。朝鮮王国では、シカ、と呼ばれる政争が起こるのですが、それは政争の次の時代の話となります。次回、朝鮮史上最悪の暴君、炎山君。チャンネル登録して、ご覧いただければ幸いです。チャンネル登録していってね。